ちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサギーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり、あとは PR をするような活動をさせていただいております。で、今日はですね、この春夏2022年春夏の新作で、リペアテックの超軽量シリーズというものが発売されます。で、こちらをですね、ちょっとワークマンの方にご提供いただきましたので、今日はね、3つ3種類ご紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけでご紹介していきます。まず一つ目、こちら、じゃじゃん。こちらは、今パッと見るといわゆる普通の MA1 タイプの、ジャンパーになるのかなと思うんですが、軽いんです。で、今日ご紹介するのは全部リペアテックっていう、その針とかを刺しても指でこうなんかゴショゴショってやると穴が自動で修復するっていう自己修復機能があるリペアテックという素材を使ってます。で、さらに超軽量の薄手なんですよ。めっちゃ薄手なんだけど、あの、軽いんだよ。薄手で軽い。でもなんか別にそんな安っぽく見えないんですよね。むしろこのくすみカラーとかがすごい、このカーキの色もすごいいい色なんですよ。安っぽくない、ちょっとむしろ高見えするぐらいなスモーキーな色が綺麗に出る生地だなっていうふうに思います。で、この軽さが 205g です。 205g、すごい軽いですよね。で、20回洗濯しても持続する優れた撥水性で、まあ、コンパクトな卵型に収納可能というふうにも書いてあります。はい、着てみました。これメンズの L サイズです。で、このリペアテックの超軽量シリーズは他のアヌラックマーカーもあるんですけど、それはね、サイズがね、やっぱりね、ちょっと小さめだった。小さめっていうか、やっぱ普段のメンズよりはちょっとコンパクトかなって。これ L サイズ、メンズ L で私がなんとなくちょうどいい感じなので、体格のいい男性はですね、大きめを選ばない、ワンサイズ、ツーサイズぐらい大きめを選んだ方がいいのかなというふうに思います。でもすごいこれ軽いし、着心地がなんかめっちゃサラサラしてていいですね。で、何気にこの辺の袖口とかも、あの、なんだろう、伸縮する、ストレッチする生地が使われてたりとか、この辺がね、縫い縮められててシルエットが綺麗に見えたり、お、出ましたね、ワークマン大好き、ペン差しもついています。これはね、なんか結構作業着的なね、そういうちょっとミリタリーライトなアイテムなのでいいかと思います。ここにちっちゃいポケットもついてますね。何入れんだろう、ここ、鍵とか入れるのかな。で、こっちのとこに何もついていない感じですね。あとは両側にボタン付きのスナップ付きのポケットがついています。めちゃくちゃ軽いし、で、 L サイズだけどそんなに長すぎることもないんで、私本当に163センチで普通にこれ着れる感じですね。で、結構こういうカーキの、カーキとか、まあ、ブラックもあったんですけど、こういう MA1 に合わせて女性らしい、本当にロングスカートとかね、合わせてもね、可愛いんじゃないかなと思います。まあ、ロングスカート合わせるんだったらもうちょっとだけ M サイズにして丈短い方がもしかしたらバランスはいいかもしれないです。ちょっと締めてみましょう。締めるとこういう感じですね。あ、締めてもかっこよく着られますね。で、生地が薄いんで、ちょっと私厚刈りなんで、袖をね、ちょっとこうまくってこなれ感を出す感じにしてもまくりやすいですね。生地が薄いのでちょっとこうまくる感じもやりやすいですね。これは軽やかに、本当に軽やかに着れる一枚になってます。あと、なんかそのエッグシステムっていうのでコンパクトに収納できるっていうのが、ここの背中のところ、ここにね、楕円形のやっぱ卵みたいになってるんですよ。これ多分で、ここ真ん中に切り込みが入ってるの、ここに収納できると思うんで、ちょっとやってみますね。こうやって中にゴショ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 って入れていくと、はい、こんな感じでまとめて、面白い。ワークマンこういうの好きだよね。ポケッタブルとかでね、こんなエッグシステムという形で丸めることもできるので、ちょっと肌寒い日に1枚ね、カバンに入れといて夕方になったら着るなんていう、そんな着方もできるので、あとキャンプの時とかもね、1枚ちょっと入れておくと便利なんじゃないかな。こういう収納ね、携帯性があるのってすごくいいなと思いました。はい、続いてご紹介するのがこちら、パンツでございます。このパンツも、そのもう一緒なんですよ。素材がリペアテックで超軽量のシェフパンツになります。リペアテック超軽量シェフパンツ、こちらはですね、価格が1500円です。安いで、やっぱりこちらもナイロン 100% で撥水です。で、カラーがね、これピスタチオっていうグリーン、このグリーンがまたちょっと、私普段ボトムスってほとんど黒かデニムしか履かないんですけど、
こういうねちょっと春らしいカラーもね挑戦してみたいなと思ってこちらのカラーを選ばせていただきました。で S サイズもあったんですけど S だとちょっときつそうな感じだったので M サイズにしてみました。ちょっと履いてみたいと思います。はい、履いてみました。ちょっと頭が切れてしまっているけどすごいね軽くてね軽やか軽い軽いすごい。これどうだろう、ピスタチオ消える？上にこういうグレー、あ、なんかグレーとかあのホワイトとかベージュだったらもうちょっとあれかな、真っ白の T シャツの方がいいのかな。これにちょっと靴何がいいの、スニーカーとか合わせればいいのかな。スニーカーとか合わせたら普通にちょっと春らしいコーディネートとかできそうですよね。これちょっとコーディネートもうちょっと考えて、いつかコーディネート、素敵コーディネート、女性らしい素敵コーディネート考えてご紹介できたらと思います。でも薄いから本当に軽くて気持ちいいし、まあ、外で着るのはもちろんですけどお家のルームウェアにしたり、あとこれもねエッグシステムでこのぐらいにちっちゃくまとまりますのでキャンプの時とかめっちゃいいと思う。キャンプ の寝る前 のパジャマとしてとかね、着るのも夏のパジャマみたいな感じで着ると全然ストレスない、体に下半身に全くストレスがかかんない感じがすごいので、あーでもこれちょっとな、もうちょっとなんかおしゃれに着こなす方法を考えたい。うん、多分いろいろできそうな感じがします。というわけでこちらが、超軽量の、シェフパンツでございました。はい、3つ目にご紹介するのがこちらの超軽量の、アノラックパーカーでございます。実はねこちらのアノラックパーカーに関してはこの前の動画で1回ご紹介してるので一度見た方はもうねここで動画切っちゃって大丈夫です。同じような説明をこれからいたします。でこちらのアノラックパーカー、まあ、先ほどのと全部生地は同じです。で、カラーがねローズグレーっていうめっちゃくすみカラーのいいお色です。よくワークマンこういう色を作ってくれたなっていう感じです。で、価格がなんといっても安い、税込みの1500円です。1500円でこれ買えちゃうんですね。で、サイズがやっぱりちょっと小さめな感じがして L でも良かったんですけどちょっと長め丈がいいなということで私は LL を購入してみました。でここにやっぱりねエッグシステムがついています。ここ収納できるようになっています。ちょっと着てみたいと思います。はい、 LL サイズ着てみるとこういう感じですね。結構後ろがちょっと丈が長くなってる感じも可愛いですよね。ね、でもこれメンズの LL で私が割とゆるっと着てちょうどいいので体のほんとちょっと体格のいい男性の方なんかはちょっと試着をしてね普段より1サイズ2サイズ大きめ選んでもいいのかなという感じです。でこれはまあこうやって中にちょっと明るい色を着て開けてきても開けてでさらにちょっと襟抜きなんかして着てもらってもいいし、まあ、上までこうがっつり締めてねこんな感じで着てもらってもいいんじゃないかなと思います。これ本当にね軽くて、これ 何グラムだっけな、125g です。 125g っていう軽さなんでめちゃくちゃ軽く着れるし、でこのやっぱ色味がいいですよね。多分なんだろう、この生地じゃないとこういう色味ってなんかちょっと出せないんじゃないかなと思います。他にもねベージュ系であるとかグレーみたいな色とかも、それもすごくいい色でした。で、まあ、ちょっとね袖をねまくりたいなっていう時もこれ生地がすごく薄いんでキュキュって上げてもらえればいい感じで、襟もまくれて手首とかも出しやすいのでこれもいい感じですよね。これ1500円で出せるのはワークマンすごいな。はい、というわけで今回はワークマンの超軽量リペアテックシリーズをご紹介いたしました。これね本当にねぜひお店で触ってみてほしいんですけど薄くてめちゃくちゃ軽い、しかもなんかそういうリペアテックとかいい素材を使ってるのに値段が全部安いんですよね。これ1500円、ズボンも1500円でこっちが1900円ですよね。なのでぜひ店頭でぜひ触ってみて軽さ薄さ、そしてあとこのこういうくすみ系の色が綺麗に出るのもそうだし、こういう明るめのカラーも綺麗に出る、なんか発色も綺麗な素材なのでね、ちょっと今後春服の一つに加えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。今回の動画が良かったよという方はぜひいいねボタンをチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。
ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。